今回皆さんをお呼びしたのは他でもありません。新日本プロレスが送る究極のプロレスラー育成ゲーム、新日本プロレスストロングスピリッツにスターダムの所属選手が参戦しました。8月10日には岩谷選手と首里選手が一足早くもう SSR パートナーとして先行でもう参戦されてますね。ありがとうございます。ブー、あれあれあれ、何かブー、なんで私の、あ、まだまだこれから大丈夫です。絶対出る、絶対絶対出ますよね、出ますよね、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。11月20日の新日本プロレスとの合同興行までどん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 こう盛り上げていくために皆さん順次順番にね参戦していくということですから、ぜひね楽しみにしていてください。大好きね、楽しみです。新日 SF に参戦するならその門出を盛大にお祝いしたいということで、こんな企画を用意しました。第1回新日 SF 究極シンデレラトーナメント。わー、シンデレラ、はい、シンデレラって言われたらね、ちょっとピンとくる方もたくさん、なんかこんなようなの前にも見たぞ。あれ、ありました、究極ってつけたらいいって思ってんだろ。いやいやいやね、シンデレラとか究極とかありますけれども、これはもう本当新日 SS で戦って優勝者を決めるトーナメントです。どうも、バロン山崎です。今回は新日本プロレスストロングスピリッツとのコラボということで、私が説明させていただきます。究極シンデレラは新日 SS で戦い、そして勝ち抜いた者だけが手にすることのできる新日 SS 最強女王の証。まずはトーナメント1回戦でアドバンテージを獲得するべくミニゲームにチャレンジ、その結果を踏まえて新日 SS で勝負していただきます。気になる優勝者へのご褒美については元井さんお返しします。優勝したら何をもらえるの？いろいろありますよ。優勝者には新日 SS で一番強い新日 SS フェス限定実装権利、はい、育成選手を強くするためのパートナーとして今回新日 SS に参戦されてるんですけども、そのパートナーカードのより強くすることのできる権利を得ることができる。それはじゃあ一人だけってこと？その人には、優勝した人がスターダムの中では一番強いカードになれるってことっていうことになります。おですよね、それはちょっと気になるな、ね、さらにですよ、さらにバン、キダニオーナーからのキダニッチ、いっぱい入ってるからね、いつもこれが金一封も差し上げます。勝った人だけですよ、ダメですよ。トーナメント順をくじ引きで決めたところで早速、私今棚橋買ってんだよね。マジで？かわいいでしょ。でも寂しがんない？だから真壁も一緒に。超かわいい。散歩とか大変？うん、まあたまに試合とか出してるけどね、ストレスたまると仕事の邪魔するからさ。私もプロレスラー育成しようかな。そうだね。究極のプロレスラー育成ゲーム、新日本プロレスストロングスピリッツ、嬉しいわ。新日 SS 究極シンデレラトーナメント1回戦第1試合、それは何グラムでしょう？重さぴったりマッチ、シュリ VS 上谷紗也。ルールは簡単、番組で用意した果物や野菜をはかりに乗せて乗せて乗せて500グラムジャストを狙え。両者一度だけ使えるモッキーヘルプについては後ほど。いきなり測れと言われても難しいと思うので、お米500グラムを体感してもらいましょう。覚えました、神田選手、大丈夫そう？はい、大丈夫。いや難しいこれ。せ
先行が有利ですかね、先に選べるので。あ、だって残ったもので500をなくなってっちゃうってこと。そう、使えないってことか。そうですね。いく、いく。じゃんけんの最初はグー、最初はグー、最初はパ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 ーで、せーの、最初はパー、じゃんけんパー。イエーイ、上谷紗也。それでは上谷選手に 500g を測っていただきます。よーい、スタート。頑張ります。500、あー、よし。覚えてますか？覚えてます。おー、まあね、感覚の女なんで。お、はい、自信ありそうですね。そうですね、空中技とかもやっぱ結構感覚を大切にしてるので。あれ、なんか動揺する、動揺が、動揺が、感覚忘れちゃったね。なんかね、心理戦が。でもやっぱね、緑色なので。お、キュウリ。さあ、どれくらいでしょうか。これ250ですね。250。でもこれはちょっと重いな。いや、多分軽めを、真剣ですね、添えていかないとオーバーして。うるさいぞきっと、うるさいぞきっと。もうそろそろ1分が経過します。もう多分これで450とかいく。おどうかな、あれ、これあれできるんですよね、1回1回だけお助けがあります。じゃあお助け、これでお助け、はい、どうですか。じゃあ見てみます。全然少ない。全然少ないということは、全然だとあのマイナス 100g。 全然。じゃあまだまだってことですね。やっぱダメじゃん。いやいやいや、おおおお、刻んでいくね。全緑多めで。え、こう使った食材を没収されて種類使えない。そうなりますね、ルール上は。使えば使うほど細かいものなくなってくる。え、おお、増やしてる、増やしてる。100以上の可能性もある、うん、赤使うな。赤使うなよ。シュリからの赤がダメ。シュリからの赤はダメ。赤はダメ。もうない。結構それ、おいおい、微調整できますので、そのトマトは大事。あ、どうなんだろう。なんか細いものが増えてる。トマトを手放しました。オクラに行きました。すごい、オブジェ、オブジェみたいな感じ。これだ。おお、これで、では上谷選手、これで大丈夫ですね。はい、これでお願いします。はい、選んでいただきました。何グラムだと思いますか。これは495です。ぴったりそう、狙わないですよ。狙えよ。真夏の最強女子決定戦、スターダム5スターグランプリ。戦いの女神たちが灼熱の日本駆け抜けてやるよ。宇宙一きらめくスターダム。続いて高校、シュリ。さあ、高校はシュリ選手です。どうですか、はい、心境は。いやー、結構お米持った時に難しそうだなって思ったんで、ちょっと今めちゃくちゃ緊張してますね。でも上谷、はい、赤を取ろうとしたんですが、はい、取らせなかったんで自分が勝利、間違いないと思ってます。おー、じゃあ早速 500g 目指していただきましょう。いいですか。はい、よーい、スタート。ゴー。え、めっちゃ緊張してるよ。どっちが緊張する。あー、決めれない。これはね、すごいですか。すごい、いきなり。あ、やっぱり赤、赤からですね。え、嘘、違う、1回だけお助けができます。え、全部赤いものでいくつもり。全部赤で、そりゃそうでしょう。それが緑も使えよう。緑はいらない。あ、でも緑好きなんだよな。でも好きなん。緑も使えよう。もう調節。え、ね、トマトで微調整入ってますね。100に近づいてますかね。使わずいくか。もといちゃん、はい、お助け。いいですね。じゃあ見てみたいと思います。おお、
ちょっと多い、全然多いの間ぐらい。じゃあ結構多い。リンゴの微調節難しそう、その分の。オレンジいくのか。え、オレンジでいいのか。え、ちょっと待って。え、ない実感ない。え、あ、ドキ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 。え、いや、あと何分ですか。間もなく2分なので、あと1分で選んでください。え、待って、これどっちが重いの。え、マジで分かんなくなってきた。感覚が本当に分かんない。え、やばい。もうトマト全部なくしちゃえよ。あ、そういうこと。いや、トマトがいらない。こんな声が届いてます。知らんけど。あ、え、じゃあ信じるよ。知らねえよ。こっちに、こっちに知らねえよ。もしダメだったら、もう時間ない時間ない。30秒でーす。強い強い強い。強い強い。2個だけでいこうって結構ないいですよ。でも美しくない？美しいですよね。美しいです。並び最高ですよね。はい。赤が2つ。あ、じゃあこれでいきます。おー。いいですね。はい。じゃあ朱里選手は2分50秒で決めていただきました。結果発表。まずはピタリ賞の発表です、はい、今回ピタリ賞は頼む頼む頼む、全然いませんでした。残念、残念です。ということで今回はどちらがより500に近かったかで勝負を決めたいと思いますが、はいはい、まずは先行の上谷選手、何グラムだったか見てみてください、はい、どうですか。自信はありましたよね。自信満々です。はい、みなぎる自信でいっぱいです。ぜひでは見てみてください。はい、いきまーす。こちら、お、あ、340グラム。全然足りなかった、じゃあ高いの2個で言った収納が近いんじゃない。340、160グラム足りなかったので、朱里選手がそれよりも重いか660より少なかったら朱里選手の勝ちということになりますが、これやばいかもしれない。これはねえ、さあ高校の朱里選手何グラムだったでしょうか。結果お願いします。やばい、めっちゃ緊張する。ドキ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 。結構すごい。464。あったかもしれない。トマトありで、トマトありで、リンゴが2個だった。リンゴ2個でも600。ああ、超えちゃってました。減らしてよかったな。よかった。あ、でもどっちトマトとしても勝ってたってことでしょ。あ、ですね。すいませんね。すいませんね。ということで朱里選手の勝利でした。朱里がアドバンテージ1勝をゲットしたところで、いざ本番。先ほど重さぴったりマッチで朱里選手が勝利しましたので、はい、アドバンテージ1勝得ている状態です。イエーイ、有利ってことですよね。そうなんです。そしてここからはいよいよ新日 SS で戦っていただきます。はい、もう番組で作ったデッキをもう2人には選んでいただいています。はい、はい、ありがとうございます。上谷選手はケイオス、ケイオス。朱里選手はロスインゴです。はい、そのデッキで戦っていただきます。はい、はい、さあどちらが勝つでしょうか。先に3勝した方が3勝。はい、うん、5人1組のデッキで戦いますので、はい、先に3勝した方が1本ということになりますね。ってことは最初から3回続けて勝っちゃったら、あ、もう確かにこれで試合終了ということ、終了ということに。それだと、ね、ちょっと面白くなくないですか。確かに。ってことは、まあ、確かにね、メインの映像見たいですから、見たいですね。うんうん、もしそうなった場合はじゃあ特別に最後のメイン3ポイントでいいですかね。いいですか。いいですね。行きましょう。じゃあ盛り上がって、はい、はい、と思います。よし、さあどちらのデッキが勝つでしょうか。試合開始です。緊張しますね。めちゃくちゃ緊張する。すごい、かっこいい。さあこのようなカードになっています。はい、お、
第1試合がブリスティンと大橋選手、さあ試合開始です。選手頑張れ頑張れ頑張れ、よし、ハッサン、あ、負けた。 LIJ が今頑張れ1、4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 
ますよ。お、今 LIJ がやったということはメインがあります。伊藤哲也 VS 岡田和親。わ、また因縁の2人の対決。うわすごいリアル。なんかね、緊張感伝わりますね。なんか、なんか生で見てる感じするね。さあ、どちらが勝つのか。おー、兄が伊藤選手が、おー、カウントダウンが、あっ、次入っちゃうとこれも試合が、もう序盤で決まっちゃうかと思いました。あ、おお、続いて岡田選手が、はあ、結構ダメージありましたね。おお、すごいですね、映像が。あ、これ得意にしてますよね、この技。おお、あー、さらにビリビリ。うわー、やばいやばい、すごいダメージが。あー、トリエンド式です。おお、400、すごいダメージ。おお、おお、あ、おお、試合見てるみたいになりますね。さあ、どちらが、あ、大技、大技狙ってますよ。おお、やばいやばい。うわあ、なだれ式エスペランサ。おお、あ、よし、よし、よし、やばい、ダメージめちゃくちゃ与えられて、もう半分くらい、半分、やばい、流れ式く、よし、やばい、やばい、やばい、ね、続きますね。これは勝負だ。フィニッシュホールだ。やばいやばい。これは。とどめを刺そうとしてますよ。おお、刺されるんですけど。うわー。内藤選手で今、おお、ということはこの勝負は朱里選手の勝利です。さすがです。悔しい、見たか、悔しい。いやー、しかも三谷選手残念でしたね。残念です。いやー、楽しいな、やっぱ持ってる女です。悔しい。いや、
これやっぱ感情移入しちゃいますね。見ちゃいます、ね、悔しいです。えてか楽しいね。楽しいです。すごいなんかもう熱くなってくる。ねえ、もう負けるな負けるな、はい、みたいな。やっぱファンの人ってこんな気持ちで応援するんだっていうのが分かりましたね、うん、ねえ。今後お二人がこのね、こうパートナーになって選手をこう育成するときに強くさせてくれたりしますから、もう激アツっていうかめちゃくちゃ嬉しいね。そうですね、パートナーカードとしてこう自分たちスターダムの選手が出れるってことですもんね、はい、おー、いやー、でも悔しい、悔しかった。イエー、じゃあシューリー選手は決勝進出ということになります。イエーイ、ありがとうございます。このまま優勝してやるぜ。次回は新日 SS 究極シンデレラトーナメント1回戦第2試合、モッキーの絵心に現場騒然、岩谷真由スターライトキッド激闘の模様は近日公開。私今棚橋買ってんだよね。マジで可愛いでしょ。でも寂しがんない。だから真壁も一緒に。超可愛い散歩とか大変。うん、まあたまに試合とか出してるけどね。ストレス溜まると仕事の邪魔するからさ。私もプロレスラー育成しようかな。そうだね。究極のプロレスラー育成ゲーム、新日本プロレスストロングスピリッツ、むしろ真夏の最強女子決定戦スターダム5スターグランプリ、戦いの女神たちが灼熱の日本駆け抜けてやるよ。宇宙一きらめくスターダム。